日本東京都練馬区矢原矢原は東京都練馬区の町名。現行行政地名は矢原1丁目から6丁目。住居表示実施済み区域である。元の読みは矢原。郵便番号は177-0032。練馬区のほぼ中心部に位置する地域。北部を光が丘、高松、土田、南部を高野台、東部を高松、西部を三原台と接する。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、矢原4の16の14の地点で28万8千円、平方メートルとなっている。9、武蔵区に豊島郡石神井村矢原在家、後の矢原村。 1889年、矢原村は、町村制施行により、石神村大技矢原となる。1932年、東京市への編入に伴い当時の板橋区に所属し、同区石神矢原町一丁目及び二丁目となり、1949年1月1日に、干渉を外して、練馬区矢原町一点二丁目となった。1965年4月1日に住居表示を、 四甲し、八原町2丁目の目白通りより、北の部分の大半に、北、田中町、土志田町、高松町のそれぞれ一部を編入して、境界整理を行い、現行の八原1丁目から6丁目までが誕生した。八原町2丁目の目白通りより、南は高野台、八原町1丁目及び八原町2丁目の目白通りより、北の部分の残りは富士見台となった。 地名は旧村名に由来するが、読みは住居表示施行時に変更している。なお、矢原小学校は、矢原小学校であり、矢原小学校のホームページの URL は、矢原となっている。西部の三原台との境界付近に、関越自動車道練馬インターチェンジがある。矢原交差点航空写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成。矢原交差点矢原交差点は、 東京都練馬区八原にある、東京都道8号千代田連、マダム線、東京都道24号練馬所沢線、東京都道441号池袋八原線、東京都道443号南、田中町朝日町線の交差点である、東京都道24号練馬所沢線、東京都道441号池袋、八原線においては、この交差点を起点とする、目白通り、 富士街道は、この交差点を境に道路名が変わる。都心方面から、関越自動車道練馬インターチェンジ、東京外環自動車道大泉インターチェンジに至るには、この交差点を通過する必要があり、夜間、早朝を除き渋滞が頻発する。練馬区統計所町長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など。練馬区、 2018年1月4日閲覧、AB 世帯と人口長長名別。練馬区。2018年1月4日閲覧、AB 郵便番号。日本郵便。2018年1月4日閲覧、市外局番の一覧。総務省。2018年1月4日閲覧、区立小中学校学区域一覧。練馬区。 2018年1月4日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、ありがとうございます。